皆さんこんにちは。まこない新郎の配偶者の小室圭さん、小室圭が今現在行方不明の現在と眞子さんの将来について、衝撃の発言について紹介します。まずは小室圭さんの経歴とプロフィールから紹介します。小室圭はアメリカ合衆国ニューヨーク州の弁護士、ローウェンスタイン・サンドラー法律事務所所属、秋篠宮文仁親王第一女子小室眞子の配偶者、過去内親王、悠仁親王の義兄、フォーダム大学ロースクールによる学位は法務博士、小室眞子は日本の元皇族、勲等は宝冠大綬章、なお、眞子の誠の字は、本来は人名漢字の誠の目の部分の重線を下に伸ばし、下の王線とつなげた字であるが、便宜上、人名漢字の誠と表記する。皇籍離脱前のみくらいは内親王で、皇室典範における継承は殿下、旧名、眞子内親王、お院は貴公茨であった、秋篠宮文仁親王と同妃典子の第一女子、金城天皇は叔父に、黒田清子、則宮清子内親王、和叔母にあたる、妹に過去内親王、弟に悠仁親王がいる、上皇と上皇后美智子の初孫、皇族時代の住居は、東京都港区元赤坂の赤坂御用地内にある秋篠宮邸、改修工事に伴い、2019年2月から結婚まで、御家宮所、二両親及び妹邸と仮住まいしていた。小室圭さんと眞子さんが2021年11月に渡米して以降、生活してきたニューヨークのヘルズキッチン地区の高層アパートを出たのが2023年11月のこと。その後、メディアは動向がつかめないままで、もしかしたらニューヨークにはもういないのではないか、勤務先のローウェンスタイン・サンドラー法律事務所を離れたのではないかとの説まで飛び交っていた。本人からすればいい迷惑だろうが、行方不明、消えた、などという単語が見出しになることまであったのである。そんな中、日本貿易振興機構、JETRO のニューヨーク事務所が公表した日本語の通じる法律事務所リストの最新版に、所属事務所の窓口役として小室さんの名前が載っていることが報じられ、週刊新潮によるローウェンスタイン・サンドラーへの取材で、依然としてニューヨークの事務所に勤務中であることが判明した。小室さんは法務助手として同事務所に勤務し、司法試験に合格後、昨年2月にニューヨーク州で弁護士登録に至った。昨年6月、小室さんはそれまでの企業法務部門から国際貿易と国家安全保障を担う部署に移動、そして8月にはベンチャーキャピタル投資にも関与することになり、さらに9月には G ブリッジと呼ばれる各国政府の代理人となって企業と交渉する担務にも関係することになったとされる。小室さんが現在所属するチームはホームページを見ると、貿易安全保障、グローバルトレード&ナショナルセキュリティとある。同事務所の貿易安全保障チームは、米政府から規制を受ける可能性のある企業へのアドバイスを行っているとされる。ロシアへの制裁や米中冷戦がその典型だということで、生成 AI ブームで世界的な注目を集める半導体大手 NVIDIA なども製品の対中輸出に関してはアドバイスを求めている可能性が指摘されている。小室さんの属する貿易安全保障チームを率いるパートナーのドリーン・エデルマン弁護士は、2018年にローウェンスタイン・サンドラーに移籍するまではワシントンの法律事務所で外国投資委員会ヒュースに対応する専門家として全米屈指の存在だった。前日と務所で多く抱えていた日本企業を現事務所に引き入れ、現在も同様にクライアントとして対応しているとみられるエデルマン弁護士としては、日本の企業への営業拡大戦略として、日本の皇室とダイレクトにつながっている小室圭さんの存在は大きいのかもしれませんと、担当記者、前述の通り、JETRO によるリストに小室さんの名が掲載されていることも踏まえると、かなりの需要があるということなのだろう。先に触れた G ブリッジは各国政府と企業の橋渡し業務を指すが、日本政府が同事務所に仕事を依頼する場合の窓口役を小室さんが担う可能性も当然あるという、立場的にふさわしいとの声がある一方、さまざまな摩擦に対応しなければならない局面も想定されるだけに、その手腕が問われることになりそうだ。先頃、
そんな小室さんに朗報がもたらされた。勤務先の事務所が若手アソシエート弁護士の給与をアップすると、現地の放送専門サイトなどが報じたのだ。21年から23年までに入所した人が対象で、給与は22万5000ドルから26万ドルの範囲になるとのことです。小室さんは21年5月にロースクールを修了、弁護士資格を取得したのは23年と遅れましたが、この範囲の中で最高額が支給されるとみられます。26万ドルとは現在のレートで約3900万円、円安とはいえおよそ2000万円とされていた1年目の給与から倍増した格好である。さらにロークラーク時代は年収600万円とも報じられており、渡米後2年余りで実に6倍以上の年収アップを遂げたことになるのだから驚きを禁じ得ない。一方、私生活では昨週からニューヨーク郊外への転居が取り沙汰されてきた。先のジャーナリストが言う、これまで住んできたマンハッタンヘルズキッチン地区のアパートは1ベッドルーム、家賃は住み始めた当初のレートで月約55万円でした。引っ越し先の候補として挙げられたのはニューヨークの軽井沢と称される高級住宅地スカースデールの一軒家で、敷地面積は約480平方メートル、3ベッドルームに2バスという間取りです。先々子供が生まれても十分に余裕のある広さで、アソシエートとなって昇級したこともあり、契約更新が迫っていた手狭なアパートから移り住むのではと注目されてきました。この一軒家にはかつて小室さんの母校であるフォーダム大学ロースクールの副学部長が住んでおり、作家に中国出身の資産家夫妻が約2億円で購入、時を置かずして小室夫妻に貸し出すものとみられていた。最も所有者の妻は昨年、一軒家は誰にも貸すつもりはないですし、小室さん夫妻とは何の関係もありません、そう答えており、今回改めて尋ねてみると、小室さん夫妻が誰なのかさえ知りません、馬鹿げた憶測で私たちを煩わせるのは今すぐ終わりにしてもらいたいです。実際この邸宅に小室夫妻が出入りしている形跡はなく、また契約期間を過ぎたアパートや勤務先の事務所の近辺でもめっきり姿を見かけなくなった。そのため人知れず別の場所に引っ越したのでは、あるいは事務所で同じチームのメンバーらがもっぱら首都ワシントン D.C. で勤務していることから、小室さんもすでにワシントンに移ったのではといった観測も流れていたのだ。挙句行方不明説まで浮上するありさまだったのだが、勤務するローウェンスタイン・サンドラーのワシントン D.C. 支所に問い合わせたところ、小室さんはここには勤務していません、ニューヨークにいますとの返答。ニューヨーク州のサル放送関係者が言う、若手のアソシエートは事務所の経営に関与しているパートナー弁護士が受任した業務の手伝いをすることになります。 M&A 案件であればデューデリジェンス、買収先の事前調査の資料作成などで、それらの書類はパートナー弁護士の名で各所に提出する。ワシントン D.C. の弁護士資格を有しているパートナー弁護士が現地にいれば、小室さんのようなアソシエートはニューヨーク州の資格でことわたり、ニューヨークのオフィスや自宅でも業務はこなせます。渡米以来生活してきたニューヨークのマンションは集合住宅ゆえに騒音などでクレームがつきやすく、子育てには不向きとされる、トラブルになって訴訟沙汰に発展する可能性も否定できないという。小室さん夫妻を見守るニューヨーク総領事館のチーム小室にとっても避けたいトラブルであるはずだ。眞子さんは圭さんとの結婚のタイミングについて30歳までにと周辺に明かしていたとされ、実際にそれが形となった。それはやはり出産を念頭に置いた上での考えだったのではないかというふうに言われていますね。今年10月の段階で結婚から3年、2人は共に33歳になりますから、出産と年齢というものをこれまで以上に意識していても何ら不思議ではないでしょう。眞子さんはこれまでコロンビア大の付属病院に一時期通っていたり、受精卵の凍結保存に関心を寄せたりしていると報じられたことがあった。ちなみにこちらの両方は体外受精による受精卵を数日にわたって成長させてから凍結保存するものだ。妊娠に近い状態での保存となるので妊娠率は高くなるとされている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。